飯沼翼祭像、飯沼翼祭慶応元年うるう5月5日は、江戸時代の以下で、本蔵学者、輪廻の植物分類法を最初に採用した草木図説を出版した、伊勢国亀山出身。亀山城のそばにある、飯沼翼祭生誕の地を示す、関姫を森行き、後に長順、寺を達夫といい、陽明本表。よくは、引退後の号。の山について、 本草学を学んだ。あと、宇田川震災に入門し蘭学を治め、大垣に帰り、蘭方医を開業し名声を博した。文政十一年には人体解剖も行っており、本業の医科としても先駆者であった。六十歳を過ぎても創建で、知識欲旺盛であり、自ら、翌歳と合したことでもその意欲が覗い知ることができる。草木図説執筆の傍ら十八歳で、 自ら主導を試み、70歳を越してから門人と共に写真術の研究を始め、80歳では博物学、医学、本草学の知識を広めようとシーボルトと会見せんとした。最晩年には足を痛めたが山籠に乗っては宮間まで植物採集に出かけたという、明治42年14位を追蔵された。草木図説は草部20巻。 木部十巻、野木サ、沙草、無花辺十巻からなり、生前に刊行されたのは草部二十巻のみであったが、その価値は時代を経ても色褪せることなく海外でも高く評価されていた。牧野富太郎も造帝草木図説を昭和に入ってから出版しているほどで、まして木部の刊行は実に死後120年経った昭和52年のことであった。 いヌ沼は植物の学名で命名者を示す場合に、いヌ沼抑災を示すのに使われる。ありがとうございます。